ニハーバンドは、イラン西部の地名で、ハマダーン州ニハーバンド郡に属する都市。州都ハマダーンの南、マラアイエルの東、ボルージェルドの北西に位置する。古代イランの中心地の一つで、クテシフォンの東、スーサの北、ペルセポリスの北西である。ニハーバンドは、イランの最も古くからある町の一つ。シティーズ・イン・イラン、2005ポピレーションエステマイズによれば、2005年、 の人口は77,206人。ギャザティアでによれば2006年の人口は72,218人。インデックスムンディによれば34度11、31、N48 度21、57、E、ギャザティアでによれば34度 N 48 12、e、0、N48 度22、12。 2009年11月現在の英語版、ウィキペディアのニハーバンド項目によれば34度11、04N48 度 2221E だが、どこをニハーバンドの中心点にするかの違いによって生じた、わずかな差と考えられる。ペルシア語で、アルファベットへの転記で、ナエバンド、ナホビンド、ニハーバンド。ヨーロッパの書物では、ナヘーブンド、ニーエバンド。 ニーエバンド、ムヘブンドなどとも綴られる。アケメネス町のダレオス一世により建設された。642年、クテシフォンを奪って東方に進出したムスリムのアラブ人は、この地で起こったニハヤバンドの戦いでサーサーン長軍を破り、壊滅させた。以下は、ミスバにニハヤバンドが含まれる歴史上の人物、というものがある。日本人や欧米人には、 生と思われているが、正確には生とは異なる。ニスバは出身地を表す。ただし、地名によるニスバは必ずしも当人の出身地を表すのではなく、父や祖先の出身地を表す場合があるニスバについて、詳しくは人名項目のイスラム圏の名前武士を参照せよ。ありがとうございます。